トスは、でも昨年と比べて、あのね、島川ってあれ多分大分,大分でダブルボンチやってた選手だよね。違ったよ、ごめんどう。同じ名字だったらそう。島川が3バックの右で1列上がって2314っぽくなるみたいなで。島川が上がらないで左のセンターバックの外国人の何だっけな。まあその選手が上がってみたいな。231を両方の形作るから、まあ3バックの両脇が攻撃的みたいなことなのかな、みたいな。で、まあ。 ただ、30分しか見てないから、まあ点もまだ取ってなかったし、どちらかというと問題の方が見えちゃったのが、ちょっと申し訳ないけど、いいところも見なきゃいけないのに。今回に関しては、まあ、サイドの突破力とかね、その、ボール安定させてとか、ビルドアップに、こう、ちゃんと向き合ってる感じはすごい好感持てて、どうしても気になるのが、まあ、この、多分こうなってるよね。そう、スリーバック。あ、そうだよね。あ、左イゴジェイゴ。で、こうなった時に、まあ、こういう形で、 こっち上がったりとか、あと中盤の選手降りてきて、まあ、こう上がったりとか、それ,まあ、それはいいんですけど、このビルドアップの時に、いずれの形にせよ、この可変した後にちゃんと間取れてなかったり、相手がこう3気味できた時、ツートップから中盤も出てきてみたいになった時に、ポイント1人で2つ取んなきゃいけない、ここの取り遅れとかで、結局相手が激しくプレスかけてきてないからいいけど、前にボール前進できないみたいな。そう。ウィング、あの、 シャドウとかもきちんと折り切ってここで1個ずれ作ってるとかいいけどそういうわけでもないからこの後ろの枚数とか確保してるけど相手のライン越えるところに適切なところに人立ってないっていうのが気になったのとあと例えば J5 とかこうこちらでボールを持ちますってなった時にこのもう一方のセンターバックがいくんじゃなくてキーパーがこうビルドアップに参加するんだよでこれ自体はもう悪くはないんだけどただこのここが寄ってないからこのまま キーパーパが一定で前の人たちはポジション取り直したいから、結果、キーパー出てきてるんだけど、前に人数いるだけで、ボールをあの足元でつないでとか、前に当てた後落としてとか、そういうパスの、なんていうのかな、一個一個超えていく経路っていうのがイメージできない形になってて。 まあ、あれキーパーごと同サイド圧縮かけられたと危ないなと思ったし、ああいう時にジェイゴ行きます、反対側センター枠行きますってなった時に、まあ、島川が降りるのか、他の中盤の選手が降りるのかで迂回経路を作りながら、中盤の選手たちがこういうとこ顔を顔出すと、このキーパー使わないで前に進めるし、最悪ここ全部はめられても上手いキーパーがいいんだったら、こう一回落としたところから逆に触れるしみたいなのあるから、なんかこう、もっと、 詰めれるけど、まあ、開幕2戦目の段階だと、まあ、こういう感じになってて、今後これがただの,なんていうのかな形だけなんかこう、先進的みたいになるのか、これが実際にボールつないで相手翻弄してみたいなレベルまでいくのかっていうのは、まあ、今期のサガントス見る上で楽しみなポイントだなっていうふうに思いましたね。